やばい。え、これ何の動画だ、何の動画だ。恐怖、恐怖、恐怖。あ、久々にやらかしている気がする。こんにちは、くまみきです。今日はですね、映画のダンボが始まったということで、ちょっとすごい、まだ見に行ってないですけど、ルンルンしてて、ダンボのちぎりパン作りに挑戦したいと思います。ちょっとね、私ちぎりパン自体作るの初めてなんですけど、パン作りはちょこちょこやってるので、今日は新たな挑戦ということでやってみたいと思います。それでは材料はこちら。強力粉、砂糖、塩、インスタントドライイースト、35度前後のぬるま湯、食塩不使用のバター、パンの色付けには食紅、あと最後目を描いたりするのにチョコペンを使いたいと思います。それじゃあ作っていきます。大きいボウルに強力粉、砂糖と塩、お砂糖の隣にドライイースト、イーストめがけてぬるま湯をドーン。うわ、飛んじゃったかな。ちょっとやりづらいから、持つね。ぐるぐる混ぜます。ここにバターも入れます。なんとなくまとまってきたので、あとは手でいきます。ちょっとバターが練り込みづらいですね。じゃあボウルから出して、あとは手でいきます。まずは縦骨、こんな感じで生地をぐーっと伸ばしながら縦にこねていきます。最初ベタベタっとしてたのが、だんだんまとまりよくなってきました。そしたら V 字こねします。こんな感じでね、だいたい5分くらいやるかな、いつも。生地の表面が最初ね、こうゴロゴロした感じなんですけど、つるっとしてくるまでやります。生地がね、だんだん表面つるっとして、こう表面に最初はね、イーストのつぶつぶがあるんだけど、それもなくなって綺麗な生地になってきました。で、あのね、生地に色つけようと思うんだけど、このタイミングで色付けするの合ってるのかな。一応クックパッドとかちょこちょこ調べてみたら、このタイミングで色付けしてる方が何人かいたので、ちょっとそれでやってみたいと思います。色付けする前に生地を分けよう。体の部分と耳とちょっと頭の帽子、ちょっと噛んでいきます。こんぐらいでいこっか。体、耳、帽子、色付けしながらね、こね上げていきたいと思います。ちょっとこう伸ばして、黄色、え、これ発酵して膨らんだらさ、色どうなるんだろう、薄くなるのかな。ちょっと気持ち濃いめの方がいいのかな。折りたたんでを繰り返していく感じで色付けていきましょうか。もう粘土遊びみたいになってる。結構ね、均一にするの大変だ。もっと早い段階で入れたかったかも。あ、いいんじゃない。綺麗なパステルイエローって感じになりました。じゃあ次ピンクですね。結構生地伸ばしといた方がいい気がした。伸ばしといて色付け、これでね、なるべく広い範囲に行き渡るようなイメージでやってみたいと思います。めっちゃ綺麗、マーブル。なんかすごい汗だくになってきた。疲れた。ちょっと思ったより時間がかかってて、パンがどんどん発酵してしまわないかとても心配です今。あ、なんだかんだで V 字でこうやって、でちょっとこうまんべんなくさせる方が早い気がする。いいかな。はい、ピンクの生地もできました。問題はこれですよ。この量もだし、あと象の色、なんか象だったらもう完全にグレーだけど、ダンボってちょっとグレーのような水色のような、なんとも言えない色だと思うんで、それが難しそう。ちょっと色付け頑張ります。ブルーちょっと多めでいいと思う。まんべんなく入れればいいんだね。あ、なんか混ざりやすそう。黒はちょっとめっちゃ色つきそうだから、ちょっとにしときます。さあ、こねるよ。あ、なんかこの台も青くなりそうで心配。やば、赤ついちゃった。違うとこ座ったら赤ついちゃった。ピンチピンチ。色が混ざる気がしない。
バにならない気がしてきた。もう発酵を始めている気がする。天然石だよ。天然石作ってる。天然石パンにしよう。しんどい。無理無理。え、これ無理。もう混ざらない。もう混ざらない。やり直しだ。やだ。なんか昔のバレンタインの恐怖が蘇ってくる。嫌です。あ、でも頑張ってる。頑張ってる。私は頑張っている。でもやり直したい。頑張って。あれ、なんか違う動画になってきてる気がするの、これ。ねえ。ねえ、りんちゃん。パンのプロになるまでの動画になる気がして、しょうがないんだけど、どうすればいい？え、無理だよ。もう発酵したいよ。してるよ、もう。もうしてるよ。膨らんでる。なんかどんどん弾力増してるもん。やってるうちに。やばいやばい。え、これ何の動画だ？何の動画だ？恐怖、恐怖。あ、久々にやらかしている気がする。下は語弊がある。え？あ、何の動画になるかな。あ、でもだいぶいいじゃん。努力は報われるといいな。どうしたらうまくできますか動画。そう、初めてのちぎりパンは大変だったよっていう思い出。ちょっと生地が限界な気がするから発酵しよう。これを綺麗に丸めます。ほら、粘土じゃん。マジこういう粘土だったよね、幼稚園とかの。油粘土。ドラえもん。ドラえもん。発酵します。あ、そう、丸くして、丸くして閉じ目をこう閉めますね。閉じます。閉じて、閉じたのを下にして、はい、これで発酵します。朝はパンパンパパン。はい、というわけで発酵が終わりました。ちょっと膨らんだよ。でもやっぱ最初にやった2つは綺麗なんだけどね、表面。これなんか表面ボソボソしてる。てかもう自分しか食べないんで素手でいきます。いいですね、ぷよぷよです。ガス抜きします。かわいいね、パンって本当にかわいい。ぷくぷくしてかわいいんだよな。そしたらこれをちょっとね、あ、でも触ると気持ちいいよ。いい感じ。あれ、意外といける。はい、ちょっと丸め直したので、これを8等分するけど、ちょっと顔のパーツ作りたいから少し取っときます。こんぐらいでいいかな。これは顔のパーツ用、残りを8等分。いや、こうね、これをビヨーンってやってブチブチって切らないで、こうやってしっかり切ってあげるのがいいらしいです、パンは。できればね、ちゃんとしっかり計量して8等分する方がさらにいいみたいなんだけど、今日はこんな感じでザクザクいきます。思ったよりね、最初のコネコネの色つける時間で時間取っちゃって、ちょっとね、お出かけする時間に間に合うかどうかの瀬戸際になってきました。さあ、サクサク作るよ。これで丸め直します。こんな感じ、こうスッて引いてあげる感じでやると、ほら、だんだん表面が綺麗になってきた。で、この後ろに集まったのをこうやってキュキュキュってして、この閉じ目を下にして、濡れ布巾の中、これを全部やります。こんな感じで丸まってるので、濡れ布巾かけて10分置いておきます。キルもパンパンパパン。うわー、びっくり、取れてなかった、ごめんなさい。今ね、10分経って、他の記事でじゃあ説明するね。一個一個ね、これを丸め直したんですよ。で、やり方はこの記事のさっき閉じたこの閉じ目を上にして、こう伸ばして、これでガスを抜いたら、またこうまとめて丸め直して、で、また閉じ目をこうやってしっかり締めてあげて、閉じ目を下にして、このエンゼル型に入れるって感じです。これで今入れたとこ。じゃあちょっと他の色もやっていくね。ちょっとこれピンク取りすぎた。これのせいでだいぶパンがちっちゃくなっちゃった気がするんだけど、これは8等分か、まず8等分で、
これをさらに2等分しようかな。これで耳作ります。あ、なんかこれだとあれか、ただのピンクい耳だから。え、どうすればいい。これでこれも1回8等分。あれあれ、全然足りない。あれあれ、無理だな、足りないな。ちょっとダンボ4つだとりあえず鼻の分を確保。こんな感じで耳半分にして伸ばして雫型って感じかな。もうつけるけどなんか多い気がする微調整しながらいくわ。こんな感じ。これでこうちょっと包んであげる感じ。あ、ちょっと耳っぽくなった。わあ、下手くそだけどとりあえず1個目。まあでもね、4つ目やるぐらいには上手くなってると思うからこんな感じでいきましょう。ビロン。あ、やりやすい。はい、2個目。これちょっと8個作るのはね、やめといてよかったなって今思った。結構大変。それっぽい、それっぽい。帽子、帽子、帽子。4等分からのこんな感じかなかぶせときましょう。あ、一気にダンボっぽい。はい、こんな感じ。して焼きます。夜もパンパンパパン。じゃーん。というわけで焼き上がりました。なんかちょっと、うん、焼き目ついてすごいね、暗闇から抜け出してきたなみたいな感じなんですけど、でもまあちょっと最初のやばいやばいからはね、ここまでできてよかった。でちょっとね、これすぐに食べたいところなんですけど、最後ね目を描かなきゃいけなくって、でそれには一回冷ましてからじゃないとダメなんだけど、私今日今から出かけなきゃいけないんで、とりあえず一晩冷ましてまた翌朝に描きます。パンパパン、ずっとパン。えほえほえほ、帰ってきました。でちょっとどうしても仕上げたくってやっちゃいました。じゃーん、まん丸のダンボパン。ちょっとねチョコペン失敗しちゃって変な目のやつもあるんだけど、一応できました。よかった。本当にもうダメかと思った。最初のこねてる時点で、っていうか焼き上がりもなんかすごいマーブル模様みたいな感じなんだけど、よかった。もう焼けただけで満足なんだけど、食べたいと思います。食べる食べる、もったいないね。かわいい。なんかさ、お魚なんだよねいや決して上手ではないのよこれ。ほらこれなんか耳とかさ、なんかもっこもっこしちゃってすごいひどいんだけどでもね、パンってかわいいんだよね。そういうとこも含めてめっちゃ好き。なんかお気に入りになっちゃった。でもね、ちぎっちゃおうと思います。うーん、どの顔食べる。初めてだよちぎりパン。いくよ。ちぎり。ちぎりってなんだあ、耳離れちゃった。うん、ちょっと違うとこ取りました。いや、かわいい。やだ、愛おしいんだけど。そして食紅感がすごい本当にこれどうすれば成功するの。かわいいけど、いただきます。耳、あ、あ、うま、うま、うま。あ、もう食べよう、うまいわうまめっちゃ美味しくできました。よかった。ちょっと青いからさ、食欲そそらなすぎでしょって思ったけど、食べ始めたら全然大丈夫。美味しい。ちょっと本当にね、最初どうなるかと思ったけど、また作りたいなって思いました。あとはちょっと色のさ、つけるタイミングとかコツとか、もう本当に本当に本当にコメントで教えてください。わかる方、え、だってこれをマスターすれば私いろんなキャラクターのパン作れるじゃんって思ったらめっちゃテンション上がっちゃった。よかった。またちょっとバレンタインのね、昔のあの記憶が蘇って、ちょっと本当にどうなるかと思ったけど楽しかったですなんかね、映画まだ見に行ってないけど、なんか違うなんか思い出ができちゃった。ダンボと映画も見に行かなきゃねはい、というわけで今回はダンボのちぎりパン作ってみました。この動画楽しんでいただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。他にもいろんな料理動画アップしてるので、上のカードをタップして見てみてください。それじゃん、バイバーイ。